はい、皆さんこんにちは。今日はシラの限界にね、新しいダンジョンが追加されたということで、今から行っていきたいと思います。頑張るぞ。はい、この辺ですね。この辺に、この辺がね、気候流の絶対者ということで、もうまがまがしいオーラが、めちゃめちゃありますね。なんだこいつ。こいつがあれなのかな、なんかボス的な存在、ヘキサゼオンなんですかね。まあ、とりあえずちょっと一回殴ってみましょうか。おら、ヘキサゼオン。やっぱこいつヘキサゼオンですね。まあ、こいつを倒すことで青龍のね、称号をゲットできるんで、おら青龍よこせこの野郎。おら、ヘキサゼオン、ゼオン。暴力だけはやめてほしいゼオン。暴力やめて。あの青龍の称号ならあげるゼオン。お、本当ですか？あ、本当？じゃあ、青龍の称号、よこせ、おら。おお、これが世にも、有名な青龍の称号ですね。皆さんもよかったら、まあ、結構簡単にね、手に入るんで、皆さんもよかったら青龍の称号、ゲットしてみてください。じゃあまたね、バイバイ。はい、皆さん、この動画がいいなって思ったら、高評価、グッドボタン、まあ、低評価も、チャンネル登録、よろしくお願いします。バイバイ。